こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、パンデーロ編。今回からシリーズでパンデーロについていろいろ解説していきたいと思います。このパンデーロという楽器、パーカッションの中でも特に人気が高いんですけれども、それと同時にパンデーロ始めたいというビギナーの方がですね、まあ、やってみてもとても難しくて挫折してしまうということが多い楽器でもあると思います。なのでこの動画のシリーズでは、ビギナーの方が挫折しないように、また一回挫折したことがある方でもですね、再度挑戦して叩けるようになるようにできる限り丁寧に丁寧に解説していきますのでお付き合いください。今回は初回ということでこのパンデーロについて知ろうということでこの楽器のチューニングとセッティングについて解説していきます。このパンデーロという楽器ご覧の通りタンバリンを起源としていてこうした木の輪っかにヘッドを張って、まあ、ジングルですね。パンデーロの場合はプラチネーラというんですけれども、ジングルがついた構造になっています。このヘッドの部分と、プラチネーラの部分がそれぞれチューニングできますので、見ていきましょう。はい、まずヘッドから見ていきましょう。パンデーロ、ヤギの本革がだいたい一般的には貼られています。で、すごく基本的なところからいくと、このチューニングラグがいくつかついてますので、このラグでこの革をグッと張っているわけですね。で、張れば張るほど、音程が高くなって、緩めれば緩めるほど音程が低くなります。で、このラグを、まあ、専用のこうしたチューニングキーで、締めたり緩めたりしてこの革を、いい音で鳴らせるようにチューニングします。このヘッドの張り具合、どれぐらいの音程にするかっていうのは、結論から言ってしまうと、もう好みなんですけれども、おすすめとしては、まあ気持ち低め。こう普通に叩いた時と、ちょっとグッと押さえた状態で叩いた時に結構音程差がはっきりと出るぐらいがいいんじゃないかと思います。というのも、この高い音から低い音まで、音程差を使い分けられた方が演奏の表現の幅がすごく広がるので、これぐらいがおすすめです。はい、今試しにこのチューニングラグを全部緩めて、全くヘッドが張っていないっていう状態から、チューニングをしてみたいと思います。まず僕はこのチューニングラグ、回せる部分を指で回せるだけ回していきます。まあ大体順番に少しずつ回していってテンションがかかってくると、まあ、指では回せないぐらいの硬さになってくるので、そこまで指で締めていきます。はい、ひとまず完了。まだ低いですね。で、そしたら次にこの専用のチューニングキーを使ってチューニングしていきます。まあこうなんでしょう。一番遠い距離に対角線上にチューニングしていくとかドラムではあるんですけれども、ちょっとめんどくさいっていうか覚えてられないので僕普通にこう時計回りに回していっちゃいます。まあね、そんなに変わんないです、正直。はい。まあ、ポイントとしては、同じ分だけ。例えば、まあ、この、回転角で言うと、15度くらい回したら、他のところでも15度、回すというような感じですね。ここだけ15度回して次に90度って言ったらそれはチューニング合わなくなるので、まあなるべく同じぐらいになるように回していきます。うん、まあもうすでにいいぐらいなんですけども、一応目で見てこの革の張り具合を確認します。ここですね、わかるかな。この幅が
極端に狭かったり広かったりしていないかっていうのを目で見て確認します。こう目で見た時に、ヘッドのですね、針の幅が大きすぎたり小さすぎたりすると、こういびつにヘッドを伸ばしてしまうので、まあ、なるべく均等に伸びるように調整します。はい、おおよそ貼り終わりましたら、こう皮をグッと押してあげて、なじませてあげます。はい、今こんな感じです。では最後に微調整してみます。このラグがついている付近のヘッドを軽く指で叩いてみて、音程が低すぎたり高すぎたり、しているところがないかを確認します。で、まあ、大体同じ音程になるように調整します。今結構バラバラなんですけれども、僕だったら低いところを、少しずつ上げていきます。ここが低いので低いところをまあ少し回すと。低いので回す。で、大体同じぐらいになったかなと思ったら、まあもう一回皮をなじませて叩いてみる。これでひとまずヘッドを均等に張った状態というのが作れましたので、まあ、これで叩いてみて、あとは好みで、これよりももっと低い方がいいなというようであれば、少しずつ全てのラグを緩めてあげて、もっと高い音がいいなというようであれば、少しずつ全てのラグを締めてあげて、チューニング完了です。続きましてミュートについてです。プロのですね、パンデロ奏者とか見ると裏面にこういうの貼ってあって、多分ビギナーの方これなんだろうって思うと思うんですけれども、これはただ、テーピング用のテープだったりガムテープだったりをヘッドに貼ってミュートしてるんですね。つまりこのヘッド本来出る、倍音をなるべく抑えて中低音を強調するようにするためにこういうのを貼っています。近年の流行としてはですね、このパンデロでドラムのバスドラムみたいなドッドッドッっていう低い音が出せるのが結構好まれているので、まあ、そのためにこういう風に貼ってます。試しに今、全くミュートをしていないパンデイロ持ってきてみましたけれども、普通はですね、ミュートしてないとこういう風にヒーンっていうような倍音が、乗ります。で、まあ、このチューニングラグでチューニングしてみて、どうも倍音が気になるなという場合には、裏面にですねテープを貼って調整してみてください。最後ヘッド関連であったらいいなというものがありまして、何かというと、これですね、まあ、ちょっと分かりづらいんですけど、ろうそくです。ろうそくのろう、これどうするかというと、このパンデロのヘッドに、塗りたくります。パンデロの奏法で摩擦を使ったロールっていうのがあるんですけど、これをですね、やりやすくするためにこのローをヘッドに塗ります。専用のタンバリンワックスみたいなのも市販されているんですけども、まあロウソクでも十分に同じ効果が果たせるので、まあこっちの方が安いんでね、おすすめしてます。僕はこれをもうめちゃくちゃ塗りたくります。本革は結構湿気の影響を受けるんですけれども、まあローを塗っておくとこの毛穴を全部埋めるので、チューニングが安定しやすくなるというメリットもあります。では続きまして、このジングルプラチネーラのチューニングをしていきます。パンデロを買ってきた状態のまま、何もしてない状態のままだと
のプラチネーラが結構ガシャガシャと、音が大きすぎる場合がありますので、そうした場合はですね、それ用にミュートを作ってあげて、ちょっと鳴りすぎるところを押さえてあげます。このミュートの作り方は別の動画で解説してますので、概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひ見てみてください。参考までに僕はですね、このジングル部分すべて1枚ずつミュートはしてます。まあ家で練習するのにもですね、ちょっとこう、ご近所迷惑を考えると抑えた方がいいのかなということもありまして、こう一個一個確認して、極端になりすぎていないか。と、音をまとめることができます。最後におまけとしてグリップについて説明します。ビギナーの方がパンデイロを始めて、最初にぶち当たる壁っていうのがですね、このパンデイロ自体がそもそも持ちにくいっていうか持てないっていうことが、あると思うんですけれども、そうした場合にはもう一層こういうふうにグリップをつけてしまうというのも、対策の一つです。これは、まあ、このぐらいの大きさのゴムを、まあ、ちょうどいい幅にカットしてですね、接着剤でつけたっていうだけなんですけれども、まあ、これがあるとないとでは、もうこの持ちやすさと安定感が全く違うので、パンデール始めたんだけど、持てなくて挫折しちゃったという人はですね、このグリップがあるだけで改善できる場合もありますので、よかったら試してみてください。はい。というわけで、パンデーロのチューニングとセッティングについて解説しました。YouTube でもパンデーロで検索すればですね、いろんな人の演奏動画が見れますので、ぜひどんなチューニングでやってるんだろうというのを気にしながら見てみてください。次回はついにこのパンデーロの持ち方について解説していきますので、お楽しみに。こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。